いやー、刀鍛冶の里編第6話。いや、めちゃくちゃ楽しみなんですが、今回はですね、そんな刀鍛冶の里編第6話の先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。で、原作ですね、113話の後半から、116話の後半までえ、今回は進むんじゃないかなと思っておりますので、え皆さんぜひとも最後までご覧ください。それでは、皆さんも早速やっていきましょう Thanks. <laughs> はいということでまず最初の見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、品塚は原野の秘密ですねいや前回ですねなかなかですね変なところで終わりましたかそんな品塚は原野の秘密まあ今回はまだ明かされないんですがまあ、なんとなく原野がですね隠してる秘密について、えー、今回勘付けるような場面っていうのが多々ありますので、えー、ぜひともですね原野のセリフ なんかに注目してご覧いただけるといいんじゃないかなと思っております、えー、本編の方でこんな感じで原野がですね変なことをつぶやいているんですよねいやーなんか怪しいなということで、まあ、そんな感じで原野の秘密皆さん探ってみてくださいさあそれではですね続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、加速していくハンテング戦ですね いやー、前回倒したかと思われたハンテングなんですが、実はですね、まだハンテングは死んでおりませんということで、4体同時切りではなかったんですよね。ダキ牛太郎のような展開ではなくですね、また新たな展開っていうのが考えられるんですけども、まあ、そんなハンテング VS 炭治郎たちの激しい攻防戦に注目してご覧いただけたらなと思います。 シーンかなりいいんじゃないかなと思ってますねで炭治郎がなかなかかっこいいのでね、えー、ぜひともそんな炭治郎のシーンにも注目なんですがまあここのね、えー、諦めるなゲイっていうねシーンですねいやーここがですねかなりいいので いや、めちゃくちゃ好きなんでね、ほんとアニメ化するのを楽しみに待っておりますということで、えそんな感じで加速していくハンテング戦でございます。さあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでえ、そんな感じでハンテングの5体目の鬼も登場いたしますということで、え、ハンテングの5体目の鬼ということで、まあ、そうなんですよねえ。4体同時切りではなかった理由のののつとしてこ のの鬼の登場なんですけどもいやー、ちょっとですね、ずるいですね、って感じで、まあそう考えてみればそうかと、まあハンテングの最初に登場していた、あのコブのあるハンテングが、まあいなかったんで、まあどこにいるのかなと思っていたんですけども、まあ実はですね、おりましたということで、いや、しかもですね、この鬼え、めちゃくちゃ小さい上に、 めちゃくちゃ硬いんですよね。いやー、ちょっと怪しいぞということで、んこんなに小さいのにこんなに硬い。 これは本体なのではないかと、いうシーンがね、あるんですけども、えー、本編ではですね、そんな品津川玄也のですね、刀が折れるというね、シーンがあるぐらいめちゃくちゃ硬いので、まあそんなチート級のね、まあハンテングの5体目の鬼、ぜ、え、ひ、ー、とも注目でございます。いやーちょっと楽しみですね、はい。さあ、ということで続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、品塚は也の過去 回想シーンですねいやー、ついに来ましたかって感じで、えそんな品津川原也の、まあ、秘密じゃないけど、まあ、キャラクターとしての詳細が明かされてくるパートですよね。いや、なかなか悲しい過去なんですよ。で、まあ、無限上編の方に繋がってくるパートでもあるんですが、あそんなですね、原也が、あ鬼殺をを目指しした理由とかかがあこのの過去を通てて明かされてくるので それがかなりの見どころとなっておりますし今回品津川さねみもね え、なんとね、登場するということで、続いての見どころなんですが、こちらでございますね。風柱、品津はサネミの登場ということで、兄弟なんでね、もちろん、原夜の回想シーンに登場するんですよ。はい。で、このシーンっていうのがかなり楽しみなんですが、いや、幼い頃は優しかったんですけどね、あの、サネミということで、いや、今では柱となった今ね、なぜ優しくなくなってしまったのか、 あ、弟にも優しくないんですよ、品津川サネミは。はい、それがとても気になりますねって感じなんですが、まあ、そんな優しくない理由に関しましては、今回は明かされないんですけども、まあ、そんな感じで中豪会議以来のね、登場なんで、さねみファンはめちゃくちゃ嬉しいでしょうね。はい。で、そして久々に関さんのアフレコっていうのも聞けるのでね、いや、かなり楽しみでございますね。 いや、小さい頃の品津川さねみも、まあ、関さんがアフレコしてくれるんでしょうかね。はい。ということで、まあ、そんな感じでかなり楽しみなシーンとなっております。さあ、というところで、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、愛、えー、哀絶の決起術ですね。えー、激類一つということで、いや、悲しいほど見どころが少ない鬼、それが哀絶なんですが、いや、今回はそんな哀絶の決起術のパートがありますよ、ということで、 やったーって感じでございますね。で、今回ですね、哀絶はこのように、え激類一つと、まあ、エフェクトがありそうな技を放ってくるので、えもしかすると初めてアニメの方では、あエフェクトがかかった技になってくるんじゃないかなと思っております。え、青色のエフェクトになってくれたら嬉しいなと思っておりますね。はい、てな感じで哀絶のですね、活躍する場面なんかもありますね。はい。いやー、なかなか嬉しい。 ですねって感じでまあ、続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますさあ今回一番の見どころねえついに増白点の登場があるんじゃないかなと 思っておりますね。で、おそらくですね、今回のアニメ第6話の最後のシーンはですね、この増白点の登場になるんじゃないかなと思っているんですけども、声優さんキャラクターデザインっていうのが初解禁となっております。いや、めちゃくちゃ気になるんですけどもね。で、おそらく新しい声優さんを起用すると思うので、いや、かなり楽しみなんですよね。はーい。で、原作ではですね、子供のような見た目だが、あ声は反して、 威圧感がありえ重いいような印象だと記載されているんで、すすよよねねなななのででかなり変わったキャラクターなんですよ、ね、はーいで声優さんも変わった方が起用されそうだなと思っているんですけども、まあ、あの、増白点の声優予想ということでこちらでございます。さあ、今回ですね、私が予想する声優さんはあ、この3人となっているんですけども、高山みなみさん、山寺光一さん、そして梅原雄一郎さんとなっております。 ます。まこの3人の誰かになるんじゃないかなと思っているんですけどもね高山みなみさんはですね。名探偵コナンの声優さんです。で、山寺宏一さんはですね。まあ有名だと思うんで言わなくてもわかると思うんですが、やっぱり来てほしいですよね。はいで梅原さんはですね。赤道の声優なんですが、まあ今回赤道の合体系というか、赤道に吸収される。まあね、鬼なのでまあ,ありそうだなぁとも思っております。ね はい。はい。ということで、まあ、今回登場した増白点の解説なんですがあ、今回ですね、登場する鬼増白点はですね、起土哀楽の4体の合体系であり、え赤土が中心となり、うろぎ哀絶唐楽をですね、吸収した鬼となっております。ということで、まあ、そんな感じで起土哀楽のですね、4体の合体系の、まあ、めちゃくちゃ強い鬼なんですが、いや、本当にね、強いよということで、かなり楽しみなんです。 なんですよ。はい。で、そしてですね、今回原作でちょっと気になったパートなんですが、哀絶がですね、吸収される際に何かを抗議するように口を開いたが、声を発することなく吸収されてしまったという描写がですね、あるんですよね。ということで、果たして哀絶はですね、その時何を述べようとしていたのか、とても気になるんですよね。増白点になることを拒む理由があったんでしょうかね。ということで。 とことで、えー、とても悩ましい描写でした。ということで、まあ、そんな感じで、哀絶が増白点になる前に、えー、ちょっとやめて、みたいな感じのね、えー、描写があったんですが、 いや、増白点になりたくない理由がね、あったのかもしれないですね。はい。まあそうだとすると、まあどういった理由があったんでしょうかね。はい。めちゃくちゃ気になりますね。はい。はい、ということで、まあ今回はですね、そんな感じでめちゃくちゃかっこいいですね、増白点の登場によって、まあ終わるんじゃないかなと思っているんですけども、まあかなり好きな鬼なんでね、え登場が楽しみですということで、 いやーめちゃくちゃ楽しみですね。 はい。ということで、まあ、今回、刀火事の里編第6話の、まあ、見どころはこんな感じなんですけども、まあ、皆さんいかがだったでしょうかいや、今回はですね、戦闘シーンっていうところもかなりいいんですが、あ物語がですね、進行していくパートがありますので、まあ、それがかなりの注目ポイントかなとなっておりますね。で、キャラクターのセリフとかに、まあ、注目すると、まあ、そういった鋭い描写にね、えー、気づいていくことができるんじゃないかなと思っておりますね。 で、今回なんといっても玄夜の回想シーンですね。え、無限上編に通ずる部分があるので、え、品津川玄夜、品津川サネミのね、え、回想シーンがですね、え、かなり楽しみとなっております。はい、ということで、え、今回の動画は以上となります。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっ、ば